テリー土屋の車の話ルーツチャンネルですね、始まりました。今回ですね、新企画車の話坂戸店のコーナーをですね始めていきたいと思います。第1回ということで特別ゲストをですねお迎えしてお届けしたいと思います。それでは早速お呼びしたいと思います。新井宏樹選手です。はじめまして、新井宏樹です。で今回ですね、いつもこの番組でお世話になっているこのアヘッドモーターサービスさん、こちらをですね、撮影で使われているところですよね。はい、いつも撮影を行っている場所で、よく見ます、あの後ろにアヘッドモーターサービスって。そうです、ここでやってるんですね。はい、ここでやってるんです。でここの場所をですね、はい、お借りしてさまざまなことを僕とひろきさんでなんとやらせていただけることになりまして。本当ですか、新コーナー。はい、新コーナーです。これは責任重大ですよ、はい、我々レギュラーですよ、僕たち。いきなり1回目です。土屋さんとテリーさん見てますからね、はい、すいません、あの僕たちでちゃんとしっかり車の楽しさを伝えていける番組にしていかないといけないので、はい、ぜひよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。初めてアヘッドモーターサービスさんに来たんですけど、はいはい、具体的にここのショップってどういうことができるんですか。はい、はい、まずですね、見てください、たくさん在庫車並んでおります、はい、まず中古車販売ですね、そして中古車買取をはじめ、はい、もちろんですね車のカスタム何でもやってます。はい、質問です、はい、車種に制限はあるんですか。ありません。お、だから例えばスバルでも三菱でもトヨタでも、はい、マツダでも何でも OK。 そうです。ああ、いいですね。はい、皆さんに愛される車屋さん、それがアヘッドです。素晴らしいです。はい、新井の A、 新井の A ですね。まさかのそこでつなげてくるとは思わなかったですけれども、ありがとうございます。はいはい、で今日はあの愛車をお持ちいただいたということで、なんと出来上がってまだ1週間も経ってません。はい、この WRX-STI、はい、インプレッサ GDB ですね、まあ、巷では GDB って呼ばれてるんですけど、はい、まあ、この車オールペンから出来上がってきまして、はい、初めてですね YouTube チャンネルで取り扱っていただけるのが来ました。初公開ですね、はい、初公開です。はい、でもパッと見ノーマルっぽい気がしますけど、そこが肝なんですよ。はい、あの結構割とサーキットとかチューニングで、はい、要は車高を下げてホイール変えてってやってる人はめちゃくちゃ多いんですけど、はい、今回のコンセプトは、はい、あのノーマルだけど、ノーマルだけどすごい速いぜっていう。だから実際こうパッと見ノーマルなんですけど乗ってみるとものすごい速いですし、はい、あのパッと見えないところ結構変えてあります。はい、じゃあ早速見ていきましょうか。はい、どうぞ。はい、でも僕は気になったんです。はい、何が。車高ちょっと高くないですか。気のせいですか。そうですね、これなんと WR 世界選手権、はい、世界ラリー選手権で使ってた時の、はい、あのグラベル用のサスペンションを使ってます。グラベル用のサスペンションなのでストローク量が通常に比べて2倍以上あるので、はい、お、なるほど。ちょっとしたこういうバンプとかこうくぼみに落ちても全然問題ないです。はいはいはい、え、なるほど。それなんかパッと見たら違いって分からなかったです。分からなかったです。中を見れば分かるんですけど、はい、多分逆方向の方が分かるかな。なるほど、こっちの方がもしかしたら分かると思うんですけど、まあちょっと軽くベッタンっていう、ここにごつい、本当だ、ベッタンですね、はい、これ、あのよくラリーとか競技とかでは使うんですけど、ベッツタンクっていうのがついてまして、はい、まあオイルの量も多いですし、うん、耐久性もかなり高くなってるので、すごい普通のサスペンションじゃいじれない減衰をここでいじることができます、なるほど。ここワンポイントですね、はい、でもパッと見えないから普通に見ると純正かなみたいな思うんですけど、はい、全然あの足回りはめちゃくちゃ高い、はい、足回りが一番高いですね、はい、あのでも僕あのちらっさらっと言ったこと気になったんです、はい、あのどこから持ってきたんですか一体。これ落ちてたんですよ。落ちてた、落ちた、もともと使っててもう曲がってたんですよね、もうピストンルートが曲がってて、はい、でもうゴミ箱に捨ててあったやつを、はい、なんかこれベッタンだし、ベッタンクってすごい高いんですよ、はい、普通だとまあ高くてもサスペンションって30万40万ですけど、はい、ベッタンクがついた途端に、うん、60万オーバーするんで、60万オーバー、はいはい、車買えますね。そうなんです。でもいやこれもったいないなと、はい、でこれをオーバーホールに出して、うん、
で戻ってきて、初めパーツなかったらすいませんできませんって言われたんですけど、はい、いや新井さんありますパーツー、なのでオーバーホールしてもらって、まあ、オーバーホールだけで10万ぐらいかかったんですけど、はい、でもそれでもだいぶ耐久性も高いので、はい、変な使い方しなければ、はい、大丈夫。でもあとはホイールもノーマルじゃないですか。ホイールもノーマルですね、はい、あと気になることといえば、まあ、パッと見全然パッと見は本当に何か気になるところもないですね。中もノーマルですし、はい、あのどこもこれといって、はい、何かシートを変えてるわけでもないですし、そのままステアリングも変えてるわけでもなく、至ってノーマルな車に仕上げております、はい、だからパッと普通の人が見ると、はい、あこの人いじらないで綺麗にノーマルで乗ってるんだなっていう感じに思われると思うんですけど、はい、でもあんまりそのパッて見てうわここすげえ変わってるじゃんっていうポイントはないんですよ実は、うん、でも僕はあの、はい、知ってますよツイッターで見ましたよ、バラバラ言ってましたよね。そうそうそう、あのアンチラグをね、はい、あの ECU をちょっと書き換えさせていただいて、はい、アンチラグが入ってます。ラリーでよく使うやつ、ね、はい、バラバラ言うやつですよね、はい、そうですそうです、はい、ということはエンジンルームはもしかしてすごいことに。エンジンルーム、あじゃあ見ますか。エンジンルームも見ましょう。と何かこれといっていじってることはないんですけど、そうですね、まあ、強いて言うんだったらこのインタークーラーが、はい、あの純正じゃないんですよ、純正流用なんです、ね、純正流用、あの GDB のではなくてこれ VAB って2013年以降の、はい、あの WRX STI のそのまま流用してます、はい、だからポン付けでいけるんですよ、ね、あポン付けでいけるんですね。純正だと幅がこのぐらい短いんですよ、はい、実際、うんうん、なんですけど新しくすることによってこの分確保できるので その、はい、それだけ空気が冷やせるんですよね。おなのでエンジンにも優しくなりますし、ブーストもかけやすいし、はい、アンチラグも OK みたいな。おまあ、そうあとはもうホース周りとか、あとラジエーターも変わってますね。そうですね、ラジエーターは割とその GDB のこのインプレッサ系って樹脂のはめ込み式のやつなんで、純正が、うん、長い間使ってると結構上が吹いちゃうんですよ、アッパータンク割れちゃう、アッパータンクが割れちゃうので、ね、まあそれが多分あったのでこれに変えてます、はい、であとやっぱこのサクションホースとかですね、はい、これ透明の、透明って書いてあるんですね、はい、結構これ変えることによってブーストの立ち上がりがすごい速くなるので、はい、うん、踏んでてこうトルクが太くなったりとか、はい、ブーストの立ち上がりを速くするのにはものすごい効果的です、はい、まあ、実際この車は360馬力ぐらい、360、はい、まあ、インジェクターノーマルなんですよ、はい、インジェクターノーマルで、排気系はメタルキャタライザー、 HKS のメタルキャタライザーと、はい、あの GT3 ターボ、うん、GT3RS をつけているので、はい、まあ、その内容でバランスを取れるようにあまり変に攻めすぎないようなセットアップにはしています。確かにもう聞いてると、うん、見た目ノーマルだけどもうめっちゃ凝ってますね、うん、そうめっちゃ凝ってる。でもパッと見まあまあこういうのはね色が変わってるんで分かりやすいですけど、はい、パッと見分かんないですよね普通に。あとこれも言われないと気づかないですよ。そう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 、全然だからこれも純正流用だからパッと見なんか変えてる感じのも見えないし、はい、だそういうところが割とそのパッと見純正だけどいじってあるっていうのが、うん、自分のちょっとこだわりというか。いいじゃないですか。そうすると僕音とかも聞きたくなっちゃうんですけど、エンジンかけてみます。かけさせてください。ああいいですよ。まあ本当至って普通なんですけど、はい、普通にエンジンかけてもらって、でアンチラグのスイッチがあるんですよ。アンチラグのスイッチ、はい、でこれ普通にあのウォータースプレーってインタークーラースプレーがついてるんですけど、はい、これを押してアクセル向くと音が変わる。おう、はい、これでアンチラグをオン。はい、おお、これがラリー車で、そうですね、で使ってる、はい、まあ、アンチラグっていうのは常にターボを回してあのレスポンスを良くするための一つのモータースポーツの技術なので、はい、うん、まあ、要はそれがこの純正のスバルですけど中に隠れてるんですよ ECU の、はい、それを起こしてあげる、コンコンとおはようっていうのが、はい、あのアンチラグが入ってくれる。どうやって起こしたんですか。そういうソフトウェアがあるんですけど、はい、そういうソフトを使って自分で全部チューニングして、はい、あの入れてます。へえ、これはひろきさんがご自身で。これ俺が全部一人でやります。一人で、はい、すごいですね。もう走れてセッティングもできてて、もう走るエンジニアです。エンジニアだったんですよ、はい、ドライバーは後からなったんで、元大学時代そのラリーを始める前はずっとこういう、はい、なんていうんですか、エンジニア系の仕事に就きたいなと思ってずっとやってたので、はい、まあ、その延長線上で、はい、まあ、こういったインチキ車を製作する。またまたインチキなんて言わないでくださいよ。もう
や、パッと見ノーマルなんでね。あのひろきさんが仕上げただって車じゃないですか。はい、あのパッと見ガチャガチャさせないで、はい、こうおとなしくこうコンセプト。はい、でもここまでいろいろこう見させてもらうと、はい、もう乗ってみたくてしょうがなくなりますか。お、乗ってみますか。はい、乗りたいです。お、じゃあぜひ。ただね、あのブッシュがねやっぱ古いんでね。あのミッションだけで、ね、こうプラプラしてます。ちょっとプラプラしてますね、確かに。ちょっとね、あのやっぱ GDB とかになると、はい、あの乗ってるユーザーすごい分かると思うんですけど、結構この年代になるとブッシュが下手ってくるんで、チューニングする前にはまず全部ブッシュ類、ゴム類をリフレッシュすることをお勧めします。自分もこれやるんで、はい、はい、まあこれに気をつけてもらえれば大丈夫です。はい、はい、じゃあ早速行ってみてもいいですか。はい、はい、どうぞお願いします。はい、今回はそのひろきさんの愛車をですね、はい、まあ、見るだけじゃなくて、はい、乗ってインプレッションをするっていう企画をですね、はい、やらせていただけるということで。ありがとうございます、はい、この車は正直もっとアウトドアをしよう。なんか結構そのサーキットとかストリートとかでチューニングすると、まあ、どんどん車高も下がるし、はい、そのお金もかかるし、まあ、これもお金かかってるんですけど、はい、でやっぱりそのアウトドア、キャンプ行けて、まあ、どこでも走れてストレスなく早く走りたいなっていうのがあったんで、はい、まあ、基本ノーマルで、だから、ね、ステアリングもノーマルだし、シートもノーマルだし、はい、こう車内撮ってもらうと、確かに特になんか変わったところってないと思う。確かに内装とか見てても、まあ、レーダーがついてて、これが VAB の最新の現行の、はい、まあ、シフトのノブぐらいです。だってパッと見だって目新しいものというか、なんかついてるものとかもないですよね。はい、今回こだわったポイントみたいなのあるんですか。もちろん外装の色はね、そうそう、はい、オリジナルですけど、こだわったポイントはやっぱりその長距離移動しても疲れないし、例えば峠行って走ってても、まあ変にこう疲れさせない。はい、まあ、嫁が乗るんで、嫁も乗ってるんで、 はい、あまり変な車仕上げるとめっちゃ文句言われる。なるほど、はい、女性が乗っても文句を言われない仕様っていう。はい、ジェントルな仕様ってことですね。そうそうそう、大人な仕様にしてます。まあ、確かになんか乗っててもそんなこうガチャガチャする音も聞こえないですし。そう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 、今上まで回してなくても下からの温泉回転とかブースト立ち上がってからのトルクの出方すごいですね。そうそうそう、これでアンチラグ入れるとさらにレスポンスが良くなる。はい、普通じゃないです。あの聞けば聞くほど、味が出るタイプの車ですね。そうそうそう、噛めば噛むほど味が出る、はい。オタクですね、ひろきさん。やっぱりオタク、いや小坂さんほどじゃないです。え、やっぱり小坂さんの方がオタクですか。小坂さんはあの別格なんでね。あ、別格ですか。この雰囲気を見ちゃうと今後もなんかいろいろチューニングをしていきたい雰囲気もプンプンしますけど、まずでも俺レストアしたいんです。レストアっていうかその全体的にゴムブッシュ、この年式ってもう2006年7年とかなんで、はい、ちょっとそのレストアも兼ねてリフレッシュして、はい、でなおかつその中でバランスを取りながらチューニングするっていうのが一番大事なんですよ、この方の車って、はいはいはい、結構みんなそのバランス考えないでエンジンだけどん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 入るし、はい、するけど、そうなってくるとじゃあブッシュが今度たわんで、そこはブッシュが切れたら今度違うところが壊れるんで、そこのバランスを見ながら、はい、確かにエンジンパワー上げるとすぐ変わるんで嬉しいんですよ、ドライバー。うわやべめっちゃ速いみたいな。はい、でもそうじゃなくて、じゃあ例えばエンジンパワー上げて、じゃあ止まれるだけのブレーキがつけてるとか、はい、ちゃんと危なくないようなサスペンションつけてるとか、やっぱそういうところが大事になってくるんで、そこはやっぱチューニングのチューナーのある程度采配でだいぶ車って変わってきます。はい、まあ、確かにそのパワーを上げるとやっぱり壊れやすくなるリスクとか、そうそうそう、いろんなもの出てきますよね。そうなんです。ちなみにマニアックな話ですけど、うん、純正ですか、インジェクターは。あ、インジェクター純正。これエンジェクターもっと強化すればもっとパワー出す。これはやっぱりデンソーさんですか。これデンソーだったかな。インジェクター多分デンソーか日立かどっちか。はい、無かどのぐらい、まあ霧状になってるか。そうですね、噴霧が。そうそうそう、どのぐらい無かできてるのかとか、あとはその電圧。はい、チューニングしてそのもう燃料ポンプも変えずに、ただインジェクターだけ変えるとこの電圧が落ちちゃうから結局無化できないとか、はい、そういうバランスもあって、だから単純に強化すればいいってもんじゃないのね。だからインジェクターやるんだったら燃料ポンプもやるし、かといって燃料ポンプの容量も適正なやつにしないと電圧どんどん上がっていっちゃうし、はい、だからそういうところも含めてやっぱりチューナーの人がしっかり責任持ってやらないといけないですね。
やっぱりこう一つのものを変えればいいというわけじゃない、トータルでやっぱり一個見ていかないと、一個良くすると他も良くしないと荒になっちゃうっていうか、そうだから全体的な、まあ、チューニングって結局そのバランスを取るっていう意味合いだから、もともとは、はい、そうチューンだから、早くするのだけがチューンだから、ね、で、そのいろいろなバランスを見ながらやっていくことがチューニングの大事ですね。パワーを出すことはできるけど、そこから先ですもんね。パワーは出てるけど壊れちゃう意味がないしとか、そうなんです。意外とそういうところがすごく大事になってくる。そうですね。はい、というわけでありがとうございました。いえいえ、こちらこそ。いやでもめちゃくちゃ乗り心地いいし、踏んだらパワーすごいし、でしょ。でも本当はサーキット行って踏みたいんですけど、でもサーキット仕様じゃない、サーキット仕様じゃないって言ってたじゃないですか。そうブレーキも全然サーキット走ったらすぐオーバーヒートしちゃうし、はい、全然あの、まあ、あくまで一般道とか、そういうアウトドアとか行くときに、はい、まあいいかな思ってる車なので、でもめちゃくちゃ機動力あって、絶対これ運転の道中も絶対楽しいですよね。いや、そうなんですよ。そこはミソで、はい、やっぱり運転道中向かうまでが楽しければ、もう全体的に面白い車の、はい、ね、カーライフがあるって、はい、まあそういうのをコンセプトにやってるんですけど、はいはい、まあ全然ね、ただ渋滞とかあって、ちょっとこう追い越し車線で抜きたいなって時も全然ストレスないでしょ。はい、普通の車だとちょっとまあアクセル踏んでからブーストの立ち上がりまで時間があるので、その時パッて踏めばすって前に出れたりするので、はい、そういうところでもまあいろいろとこだわって作っていきたい時代かなっていうとこです。はい、でですね、あの愛車紹介もやらせていただいたじゃないですか。はいはい、あのでこのアヘトさんですね、はい、あのデモカーをどうやら制作するという話を来まして、はいはいはい、なんかあそこにあるあの黒い車を使って何かをやろうとしていると。なるほど、はい、面白いですね。はい、ちょっとまずあの車乗ってみたいじゃないですか。はい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 、あの車の運転手もやりません？あ、いいですよ、はい、ぜひやりましょう。ぜひじゃあ次また、はい、一緒にやりましょう。よろしくお願いします。はい、なのでまた次回ですね、はい、いろんな企画をお届けしますので皆様お楽しみにしていてください。はい、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。はい、チャンネル登録もよろしくお願いします。はい、はい、それではまた次回お会いしましょう。さよなら。さよなら。車の話番組 YouTube では未公開映像や特別映像を公開しています。チャンネル登録お願いします。